フラットなスイングで飛ばす方法とは。フラットなスイング、あまりこう高く手を上げないでスイングする方法ですね。ドライバーなどを練習しているとだんだんこう高く上がっていく、距離を出したくてですね、そして懐がなくなってスライスする方って非常に多いんですね。まあ、よく言う顎の下に左肩が入るようにスイングできるかどうか、そうすることで腕がスムーズに振り抜くことができるんですね。ポイントはこの肩の付け根を浮き上げないってことです。手を上げて触ってみるといいんですね。この浮いてしまわないで下げてあげるっていう表現ですね。手を上げた後に肩を触ってみるとちょっとくぼみが出てくる、できるように、このような手の上げ方をするといいでしょう。肩甲骨をしっかり使った手の上げ方ということになります。まあ、あとはね、練習方法は前傾の角度を作った上で手を上げる練習をするとフラットなスイングを作る上での下地ができます。肩が浮いてしまっては手をスムーズに上げることはできません。まあ、結果的にフラットなスイングっていうのはできないんですね。肩の付け根をしっかりと下げた上で手を上げる練習をしてください。肩の付け根をちゃんと浮き上げないようにしてバックスイングすればスイングプレーンに自然に乗りますので、スムーズに腕が振りやすい。肩が浮いてしまうとこのようにアウトサイドインになってしまうということになります。ドライバーがうまくいかない方ってね、ここら辺の部分がうまくいってないので、フラットにプレーンに乗らないんですね。顔が隠れる方ですね、このようにフォローもバックスイングも同じです。ここで顔が隠れてしまうとなかなかスイングプレーンに乗らないんで、まあアウトサイドインになりやすい。高いスイング、高いトップになりすぎると、まあスイング自体相当背中が強くないと速く振ることできないので、まあ若干フラットなスイングの方が体に優しいし、実際ね、ヘッドスピードを上げるのでもですね、ちょっとこう横のスイング、フラットな感じの方が速く体の回転で振る、このようにね、振りやすいということですので、この若干フラットなスイングをでのドライバーショットというのをおすすめしますね。ということでフラットなスイングのまとめになります。肩の付け根を浮き上げないことで手を上げる練習をすればフラットなスイングというのは可能になります。肩が浮いてしまっては手がうまくスムーズに上げることはできないんですね。結果的にプレーンに乗りづらい、アウトサイドインにもなりやすいので、練習はこのように前傾姿勢をして手をこう上げ下げをしていくといい練習になります。あとは目安は鏡の前でこうやってスイングすると顔が隠れるようなスイングをしてしまうとフラットなスイングになりませんので、そこら辺の調整をしてください。このような練習でドライバーフラットなスイングということで繰り返し練習をやってみてください。札幌のゴルフスクール原田ゴルフメールマガジン YouTube では伝えきれない内容を詳しく限定動画と文章で解説しております。メルマガ登録もよろしくお願いいたします。